後にどうしても伝えておかなければいけないことがあるんです。それがですね、皆さんはケトジニックダイエットって知っていますか？最近めちゃくちゃよく耳にしますよね。これは糖質制限ダイエットの一つなんですが、糖質は制限するけどカロリーは気にしなくっても痩せられるという点で結構人気なようです。しかも短期間でダイエット効果が出やすいのも人気の秘密みたいですね。ということで今回の動画はカロリーを気にしなくっても痩せていくケトジェニックダイエット法というテーマでお伝えをしていきます。元看護師、元保健師、現在ダイエット講師である私が話題のケトジェニックダイエットを徹底解剖していきたいと思います。最後にはリバウンドしないための重要ポイントっていうのも一緒にお伝えしていきますので、お見逃しなく。それでは今日のテーマいきましょう。冒頭でもお伝えした通り、ケトジェニックダイエットとは糖質制限ダイエットの一つ。ではその違いは何というと、ケトジェニックダイエットは糖質制限ダイエットより摂取する脂質量が多く、摂取できる糖質量が少ないということです。このようにケトジェニックダイエットでは糖質を厳しく制限する代わりに脂質の量を大量に増やしていきます。というのも、体内の糖質が足りなくなるとエネルギーを補うために脂肪が分解されてケトン体っていうのを利用して体を動かすようになるからです。この状態をケトーシスと呼んで、糖質が体に摂取されるまで脂肪をエネルギーとして体を動かしていきます。その反面、一度でも糖質を摂取するとケトーシスではなくなるそうです。このことから糖質制限のストイックバージョンがケトジェニックダイエットと言えそうですよね。ただ糖質でカロリーをカットしすぎると生きていくためのエネルギー源が得られないので、それを脂質でそのエネルギーっていうのを確保するんですね。つまりカロリーはカットしなくていいのに脂肪が燃焼されるという画期的なダイエットなんです。ではこのケトジェニックダイエットのやり方のポイントを今からご紹介していきますね。ケトジェニックダイエットのポイントの一つ目です。糖質を抑える。先ほどお伝えした通り、糖質制限しないことにはケトジェニックダイエットのスタート地点に立つことができません。具体的な数字で言うと、1日につき糖質 50g 以下に抑えることがポイントだと言われています。糖質 50g というと、ご飯お茶碗1杯 150g 程度の量を取れるので、なんだ、まあ意外とできそうかもとね、思った方いらっしゃるかもしれません。しかし、糖質が含まれているものって、ご飯のような炭水化物だけではありません。お菓子や果物、芋類はもちろんのこと、野菜や調味料などにも糖質は含まれています。ちなみに糖質制限ダイエットの糖質摂取量の目安は、1、スーパー糖質制限が1食あたり10から 20g、 1日 30g から 60g が目標。2、スタンダード糖質制限、1日の糖質の摂取量は70から 100g が目標。3、プチ糖質制限、1日の糖質の摂取量は110から 140g が目安。4、ロカボ、1食あたり 20g から 40g、 間食は 10g まで、1日の摂取量は70から 130g が目標だと言われているようです。ケトジェニックのダイエットポイントの2つ目です。脂質をしっかりとる。これがケトジェニックダイエットの一番の特徴かもしれません。ダイエット中なのに脂質をとっていいっていうのは嬉しいですよね。具体的な数字で言うと、脂質量は1日の総カロリーの 60% を目安にとることがポイントのようです。こう聞くと過去の私なら揚げ物食べ放題ってことってね、考えていたと思うんですが、揚げ物の衣にも意外と糖質は含まれているんです。そしてケトジェニックダイエットでとる脂質は良質な脂質であることが重要。例えば MCT オイルやココナッツオイルなど。なぜならこれらには中鎖脂肪酸と呼ばれる脂質が豊富で消化吸収が早いので、すぐにエネルギー源になってくれるからです。ちなみに 100% 中鎖脂肪酸である MCT オイルなら1日につき 30g 程度が目安みたいですよ。ただ MCT オイルは熱に弱いので必ず生で取るようにしてください。反対にココナッツオイルは熱に強いので加熱調理でも OK です。ケトジェニックダイエットのポイントの3つ目です。
タンパク質をしっかりとる。これまでお伝えしてきた通り、ケトジェニックダイエットでは3大栄養素の糖質と脂質が鍵になるんですが、もう一つの3大栄養素であるタンパク質も忘れちゃいけません。なぜならタンパク質は筋肉はもちろん、血液やホルモン、消化液や内臓を作るための材料となるからです。つまり体を作るために欠かせないんですね。1日に摂取するタンパク質量としては、一般的な食事基準と同様で、体重 1kg×1g から 1.2g 程度だと言われているようです。50kg の人なら1日 50g から 60g 程度ですよね。がっつり筋肉もつけてボディメイクしていきたい場合は、体重 1kg×2g 程度が必要と言われているそうです。ただケトジェニック導入期は体内の糖質っていうのが枯渇して、タンパク質を分解する仕組みが活発に働くので、タンパク質の摂取量が多すぎると素早くケトーシスに移行できないそうです。なので摂りすぎには注意してくださいね。とはいえ、お肉 100g 程度でもタンパク質量 20g くらいなので、不足感は感じないとは思います。ちなみにタンパク質とは肉や魚、大豆製品、乳製品、卵などに豊富に含まれていますよ。空腹を我慢せずにこういったタンパク源も美味しく食べられるのなら、やっぱり楽にダイエットできそうな気がしてきますよね。ケトジェニックダイエットのポイントの4つ目です。野菜、キノコ、海藻もしっかりとる。これは一般的なダイエットと同じですよね。やっぱりダイエット中の栄養補給のためには、ビタミン、ミネラル豊富な野菜をしっかりとっていくっていうことが重要です。加えて野菜には食物繊維っていうのも豊富なので、ケトジェニックダイエットによる便秘を予防する効果もあると思います。というのも、ケトジェニックダイエットでは、お米などの糖質を制限するために、水分や食物繊維が不足して便秘になりやすいんですね。またケトジェニックダイエットでたくさん摂る脂質というのは消化に負担がかかりやすいので、これも便秘の原因になると言われています。ただ野菜を摂る上で注意しなければいけないのが、先ほどお伝えした通り野菜にも糖質が含まれているということなんです。特に根菜類やトマトやパプリカなどの甘みのある野菜には糖質が比較的多く含まれています。なので基本的にこういった野菜は控えた方がいいそうです。ちなみにキノコや海藻は低糖質な上、食物繊維も豊富なので積極的に摂りたい食材に含まれていきます。加えて発酵食品も意識して摂ると便秘予防効果が高まるかもしれませんね。また厳密に言うと果物に含まれてしまうアボカドなんですが、アボカドも低糖質な上、良質な脂質がたっぷり含まれているので、ケトジェニック向きの食材なんですよ。いかがでしょうか？ケトジェニックダイエットのポイント、お分かりいただけたのではないでしょうか？ここまで聞いて、糖質だけ制限すればいいのならできそうと思った方や、なんだか難しそうと思った方など、様々な感じ方があったと思います。そして、元看護師、保健師、現在ダイエット講師の私としては、最後にどうしてもね、伝えておかなければいけないことがあるんです。それはケトジェニックダイエットはやり方を間違えてしまうとリバウンドや健康を害するリスクが高いということです。ということで最後にケトジェニックダイエットの注意点とリバウンドなく健康的に痩せるおすすめのダイエットを一緒にお伝えしていきますね。まずケトジェニックダイエットは糖質をかなり厳しく制限しないといけませんでしたよね。そのためずっと継続していくダイエットというより、一時的に早く痩せたい時のダイエットと思っていただいた方がいいかと思います。なぜなら一生糖質を制限し続けるなんて正直ね、かなり難しい。できる方って本当に数パーセントとかのレベルだと思います。私は無理です。このことからケトジェニックダイエットは糖質を我慢していた反動で糖質欲求が暴走しやすく、一気にリバウンドしやすいとも言われています。実際そういった声をたくさん聞いてます。加えてハードな糖質制限を長期間行うと糖質を処理する能力っていうのが低下して、ちょっとの糖質でも脂肪として溜め込みやすくなっちゃう、そういう体質になっちゃうリスクっていうのもあるんですね。過去の私もケトジェニックダイエットまではいかないんですが、糖質制限ダイエットにチャレンジしたことがあって、見事にこの経過をね、たどりましたね。確かに一時的に痩せたんですが、お菓子やパンをこう食べまくっちゃってあっという間にリバウンドしました。なのでケトジェニックダイエットの後は糖質の摂取量はゆっくり戻すっていうことがポイントというふうに言われています。またケトジェニックダイエットでは先ほどお伝えした
便秘のリスク以外にもやっぱ健康を害するリスクっていうのもね示唆されてます。それはケトジェニックの要であるケトーシス状態になることが原因。というのも糖質を制限して脂肪が燃えて体内のケトン体が増えすぎると吐き気やめまい、腹痛などの症状が現れるリスクがあるんです。この状態が悪化すると意識障害が起こったり倒れちゃうっていうこともあったりするそうなんですね。加えてケトジェニックダイエットしているとなんと体が臭くなる。これも体内のケトン体が増えるっていうことが原因なんですが、これはケトーシス状態になっている、つまりダイエットがうまく進んでいる証拠と考えられているようです。ただ痩せれてもこれは嫌ですよね。あと長期間糖質制限とかをしちゃうと後々将来的に甲状腺の機能が低下しちゃうっていう方もやっぱ40代50代超えると今多くね見受けられるっていう話も聞いています。これらのことからケトジェニックダイエットは短期間だけ取り入れる程度にして、やっぱ体調やリバウンドに気をつけていっていただきたいなっていうふうに思います。また長期的に痩せ体質を維持していくためにもやはり健康的に美しく体も臭くならずに痩せるためにも、私は糖質を適量に抑えつつ栄養バランスのいい食事を意識するっていうことが大切だと考えています。詳しくはこちらの動画でも解説しているので概要欄で参考にしてみてください。炭水化物抜きダイエットしすぎるとどうなるのかっていう動画です。一番参考になるかと思います。他にもこういったダイエットの小ネタをインスタとか公式 LINE の方でたくさん発信しているので、そちらも合わせてチェックしてみていただけるとより理解が深まるかと思います。では、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からピューティー、松田りゆでした。今日もごちそうさまでした。じゃあね、バイバーイ。